変だ大変だー。サンダー、小野さん、助けてくれないかー。そんなに慌ててどうしたんだ？実はな。西松のおっちゃん来たぜー。何か面白いもんないのか？いらっしゃい、ヤマト。ちょうど今、珍しいアイテムが入ったんだ。にゃんだにゃんだ、見せてくれよ。これだよ。遠くからやってきた行商人が持ってきた特別なポーションさ。特別ってにゃんかいい響きだにゃ。飲むとどうにゃるんだ？飲むと成長が促進されるポーションだ。成長促進？大人みたいに大きくなれるってことだ。これ飲んだら大きくなれるのか？そうだよ。動物や人間だけじゃなく植物にも使えてだな。ジャングルの苗を得たところにこのポーションを垂らしたらな、こんなに大きくなってしまったよ。にゃにゃにゃ、すごいにゃー。お店で売ろうか悩んでいてな。まず自分が飲んでみようかなと思っているんだが。おっちゃん、俺様が試しに飲んでやるよ。おいおいおい、待て待て、飲みすぎは。大和半分以上飲みやがったな。にゃ、ダメなのか？ほんの数滴舐めればいいだけなんだが。そうにゃのか？うん、体が大きくなってきたぞ。おいおいおい、どんだけ大きくなっちまうんだ？おいおいおい、大人どころの大きさじゃないぞ。やったやった、大きくなったぞ。大和、その体の大きさで喋るとすごい。うおお、すごい爆風だー。飛ばされるー。おっちゃん大丈夫かよー。ちょっと待て、お店が壊れちまうよー。なななな、おっちゃんどうしよう。おいおいおい、もう喋る。また飛ばされたー。すごい、西洋からの爆風だ。喋るたびに爆風が吹いてるぞー。おっちゃんごめんよー。店が、こんなことになるなんて。でも大丈夫、なんとかなる、さ。どうしたらいいなぁ。というわけなんだ。でも大和さん、いつも通りの大きさに見えるけど。うん、そうなんだ。おっちゃんの店の瓦礫を片付けている時にポーションの効果が切れちまってな。一時的な効果だったのね。それで旦那さんだ。お前建築めっちゃ上手だろ。頼む、西松のおっちゃんのお店建て直してくれ。そういうことか、わかったんだ。西松のおじさんのお店を建ててあげるんだ。マジか、ありがとうな。よろしく頼むぜ。任せといて。早速西松のおじ様のところへ打ち合わせに行きましょう。行こう行こう。どんなお店になるのかな。おじさんとの打ち合わせは終わったし、西松商店を建てに行くぞー。大変なことになったって聞いたけど、どんな風になったんだろ。西洋からの爆風って想像もできないんだけど。そうだよな、屋根がペロって剥がれたくらいかもね。もうこの辺りじゃなかったかしら。あれ、これが西松商店ですの？竜巻が来たみたいになってる。これは本当に一からの建て直しですわね。めちゃくちゃやる気が出てきたぞ。やるっきゃないって感じですわね。それじゃあお店を解体していくね。飛んでいった瓦礫は大和さんが頑張って運んだみたいよ。そうなのか、大和も頑張ったんだね。この廃材も利用しようかな。あれれ、ちょっと待ってよ、小野さん。こんなとこまでお家の廃材が来てるね。西松のおじ様、向こうの池まで2回も飛ばされたみたいですし、私たちの予想よりずっと凄まじかったんでしょうね。よし、ある程度綺麗になったよ。今度はデコボコしたところを土で埋めていきますか。綺麗にすると後からお家が作りやすくなりますものね。そうそう、小野さんわかってるねー。私もサンダーちゃんの建築をいつも間近で見ていますからね。見て見て小野さん、結構深くまでえぐれているよ。一体何が起こったんだろうね。不思議ですわねー。よしよし、正規完了。綺麗になりました。ここに新しい西松商店を建てていくね。どんなお店にするかも小野が詳しく説明させていただきますわね。ご存知の方もいるかもしれませんが、まずは西松商店についてお話しさせていただきますわね。西松商店は西松のおじ様が経営しているお店で、日用雑貨から食料品など幅広く扱う、いわゆる何でも屋さん。おじ様は明るくて賑やかな性格でとっても社交的なの。村の人たちとはもちろんだけど、旅人さんや行商人さんとも仲良し。そんな方たちと交易して不思議なものや掘り出し物なんかも売っていて、とっても楽しいお店なのよ。
それだけじゃないんだ。みんなとお話しするのが大好きすぎて、夕暮れになると自然とお酒を飲む仲間の方も集まってきて、ほぼ趣味のような感じで酒場も始めちゃったっていう。フットワークの軽さもピカイチな方なの。でもたまに朝早くにお店に行くと、村にある自分のお家に帰らずに、お店でそのまま寝ちゃうっていうこともあるんだ。そんなこんなでこれがお店の大枠だよ。以前よりもお店を広くしたのよね。ちょっとだけね、子供からおじいちゃんおばあちゃん、旅人さんまで、いろいろな人が買い物に来るから、商品が少しでも多く置けるように、お店を広くしたよ。これでたくさんのものが置けそうね。そうだね。それじゃあ、屋根を張っていくね。今回は瓦をイメージして業界岩レンガを使っているよ。大人の渋みと昔ながらの商店らしさがあっていいわね。そういえば前の商店は、ひいおじい様の代が建てたものだから、建物も相当古かったみたいよ。確かに柱とかガタついてた気がするし、気密性にも難ありだったから、建て直すにはちょうど良かったのかもね。さすが建築大好きサンダーちゃん。見ているところが違いますわね。そういうところ尊敬していますわ。別編、小野さんも、すごい情報通だよね。おしゃべりは大得意だから、みんなから何でも聞き出しちゃうことができるの。別編。さてさてお店の外装ができました。お次は内装を作っていきますわよ。それはそうと、2枚扉になったのはポイントが高いわ。そうなの？入り口が広くなって入りやすくて嬉しいわ。それは良かったんだ。お店はまずカウンターが必要でしょ。収納もたくさんあるといいよね。あと秘書さんとも交流があるから、エンチャント本も取り扱ってるんだ。収納といえば、チェスト。エンダーチェストもあるといいよね。かっこいいですわ。音楽もかけるだろうから、ジュークボックスも必要だよね。西松のおじさま。今年の村の夏祭りののど自慢企画で、審査員特別賞をもらうほどの実力者よ。お歌もうまいのか。ちなみに私はダンスコンテストで、優勝いたしましたわ。小野さんの踊りは軽快で、見ていて楽しいもんね。ポーションも作るだろうから、醸造台も置いておこう。そして水場。いい感じ、エンチャントテーブルもあると、かっこいいよね。チェストの横には、防具盾も置いて、結構いい内装ができたんじゃないかな。ところで、カウンターの後ろの扉はなぜあるんですの？ここね、裏口なんだけど、倉庫に繋がってるんだ。なるほどですわ。今から倉庫を作るんですのね。壺を置いてみたり。こちらは、お酒を入れたり、漢方などを漬け込んで、お薬のお酒を作ったりするのですわ。養蜂箱を置いてみたり。西松商店は近くの養蜂場と取引があって、この蜂蜜が絶品なんですの。俵も置く。ここの小麦もパンにすると、最高に美味しいですわよね。サンダーの知らないことまで何でも知ってるね。うっふ、任せて。でもサンダーちゃんこの倉庫、土の上ですけどいいんですの？うわわわわ、床張るの忘れてたー。いけないいけない、ちゃんと床を張るね。さっとか明かりもつけて。はい、風通しの良さそうな倉庫の完成です。どんどんやってこう。それじゃあ次はお隣に酒場を建てていくよ。大人の人たちがここに集まって、ご飯を食べたりお酒を飲んだりするところだよ。おじさんは情報屋でもあるからね。みんなが集う場所は大切みたい。以前にサンダーちゃんとヤマトさんが、地獄ツアーに行った時も、エンマ様からの招待状は西松のおじ様からいただきましたしね。ほんとだね。あれはすごいツアーだったな。まだご覧になられていない方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてくださいね。それじゃあやっていこう。前まではお店の前に簡易テントとか折りたたみ椅子とか置いた、簡単な食事空間だったみたいだから、お天気が悪い時は営業できなかったみたい。今度はちゃんとしたご飯屋さんを作ってあげたいな。裏口はここから入れるようになっている。こちらは西松のおじさまたっての願いで作ることになった。ふらっと立ち寄って飲めるカウンタースペースよ。店の賑やかな雰囲気も楽しめますし、ふらっと立ち寄ってふらっと帰ることもできる場所ですの。サンダーはお友達や家族とご飯を食べに来たら、みんなとたっぷりおしゃべりしたいけどな。ふふ、それが大人の楽しみ方なのかもね。そんなものなのかな。店の奥の方には、椅子とテーブルを置くよ。こっちは立ち飲みテーブル。こっちは、ちょっとしたキッチン。食べ物を温め直したり、簡単な調理ができるところよ。お隣の商店で購入したものを食べることができるのも、
このお店のいいところなの。こちらはビールサーバー。シュワシュワしたお酒が入ってるところだね。そうよ。ということで、大人な空間出来上がりました。次は屋根を作っていくね。屋根はお隣のお店と統一感が出るように、境界岩のレンガだよ。そして階段も作るよ。サンダーちゃんちょっと待って。2階スペースの説明をしていませんわ。ご飯屋さんの上に2階を作るのよね。そうだったそうだった。おじさんってお店が大好きすぎて、お家には眠るために帰るだけになってるから、いっそのこと店に住みたいって言い出してさ、ご飯屋さんの2階は、おじさんの自宅スペースにしたんだ。西松のおじさまらしいわよね。ほんとほんと、西松商店やご飯屋さんの裏口から出れば、この階段に繋がるんだよ。きっと西松のおじさまも喜びますわね。うんうん、こうやって入るんだよ。外っ側にはランタンを吊るしたり、装飾をしていくよ。サンダーちゃんご飯屋さんって呼び方いいわね。酒場って聞いたら、ちょっとドキドキしちゃいますけど、サンダーちゃんの手にかかれば、なんだかアットホームで、おしゃれな空間になっちゃう。私も通ってしまいそうですわ。そうそう、これからは日中、西松商店で買った駄菓子とから胸とか、ここで食べたり飲んだりしていいよってさ。嬉しいわ。オウムたちのデートスポットになっちゃうかも。そんなこんなで屋根なんかも晴れました。お次は外回りの装飾をやっていくよ。前の方にこうやって置いてっと、店の前でお野菜を売りたいって言ってたから。八百屋さんで見かけるような配置にするのね。そうなんだ。むしろもう生えちゃってる。わらわら。新しいお野菜の販売方法ね。一般的に売られている綺麗なお野菜もいいけれど、抜きたて新鮮、しかも収穫体験もできるなんて、話題性があるかもしれませんわ。じゃがいもが収穫できるようになったら、さっきのミニキッチンでお芋を蒸してもらって、食べるのもいいね。うわぁ、秋の楽しみが増えましたわ。水源は隠したいから、ここにお水をパシャリとしたら、樽で塞ぐ。こうすれば水源は見えないよ。あとは細かいところをちょ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 落として。そうして、と、お花も生やして、小道を作って、西松商店が完成しましたー。お披露目だー。見てよおっちゃん、新しいお店ができたよ。ほうこれはすごいな。こんなに立派な店を作ってくれてありがとう。本当に感謝しているよ。早く中に入ってみて。おおそうだな。最後の仕上げや陳列はヤマトも手伝ってくれたんだよ。なんか気を使わせちまったな。ありがとう。活かした店になってるよ。だろう。収納がたっぷりあるな。エンチャント台まで。助かるよ。こっちにはサンダーお気に入りのレコードもあるよ。俺もこの曲好きだよ。次行こうぜ。ごめんごめん、つい聞き入っちゃった。ここは裏口だよ。裏口は倉庫に繋がってる。広々してるな。そしてお隣のご飯屋さんへの裏口はここ。カウンターや立ち飲みスペースも作ったよ。今日からまたうまい酒が飲めそうだぜ。飲みすぎ注意ですわよ。わっはっは。そして念願のお家はこちら。おっちゃん階段は後ろだぜ。お、そうかそうか。家具とかは置いてないから好きに使って。布団さえ運べばもう住めちまうな。外にも出られるんだな。そうだよ。やっほー。というわけで、俺の店が気に入ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしくな。それじゃあバイビー。